はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、私はシリコンプロテーゼの豊胸手術を受けていますが、その上から脂肪注入していただくことはできますか？ご回答よろしくお願いいたします。そうですね、シリコンプロテーゼの豊胸手術過去に受けてて、まあ、その上にね、脂肪吸引した脂肪をね、脂肪注入して、まあ、もっとね、大きくすることができますかというご質問なんですけれど、まあ、結論から言いますと、その理論上はできなくもないんですけれど、まあ結局できないケースばかりなんですよ。で、実際僕のところにも、まあ、過去にね、豊胸手術してて、まあ、その上から脂肪注入してほしいっていうことでですね、そのカウンセリングの予約が入って診察させていただくことね、たまにあるんですけれど、まあ一例もね、やれたことないですね。まあ、カウンセリングの段階で、あ、この状態だったら無理ですね、ごめんなさい、せっかく来ていただいたんですけど無理ですって言ってお断りしてお帰りいただく人ばかりです。まあ経験上ね、今まで500人ぐらいそういう希望の方いらしたんだけど、一人もその手術ができたことがないです。手術する前に全員断っています。で、理論上できるって言ったのは、まあその脂肪注入っていうのは、脂肪注入するそのキャパがあって、そこに注入できるんだったら、その注入して生着した脂肪を生着するので、まあキャパがあればできるっていうこともあり得るんですよ、理論上は。まあ、例えば大胸筋下にプロテーゼが入ってるんだったら、そのプロテーゼにはの周りには入れれないんですよ。プロテーゼに接するように入れてしまうと綺麗に生着しないんですよ。結局脂肪注入するっていうのは、血流のない組織を血流のあるところに入れることによって、そこに血流が脂肪細胞に入ることによって生着するんですよね。だからその入れるところ、ドミナントのところに血流がしっかりあるっていうのが前提なんです。でもシリコンプロテーゼっていうのは、まあ、異物を入れてるわけなので、そこに血流はないんですよね。だからプロテーゼに接するように脂肪が入ってしまうと、その脂肪は生着しなくて、まあ、壊死してしまって、最悪しこりになってしまう、ゴリゴリ触れることになってしまう、あるいは、壊死したものにばい菌がついて感染してしまう。感染してしまったら、プロテーゼの方に菌がついてしまったら、もうプロテーゼを取らないと感染が治らなくなっちゃうんです。なので過去に受けたシリコンプロテーゼの豊胸手術までパーになってしまう可能性がある。なので非常にリスクの高い手術になっちゃうわけですよ、シリコンプロテーゼ入っているのに、その上に脂肪注入を入れるというのは。だけど、まあ、理論上はですね、例えば大胸筋下に入っているんだったら、そのプロテーゼの上に筋肉が乗っかっているので、まあ、その筋肉の上に注入してあげればいいわけですよ。筋肉の上には乳腺組織があって、その周りには脂肪組織があるので、プロテーゼに接しないように注入すればいいんですけれど、まあでもね、実際にはできないんですよね。まあ、あとは乳腺下の場合でも、乳腺下というのは大胸筋の上にプロテーゼが入ってて、でその上に乳腺と脂肪組織があるんで、その乳腺と脂肪組織のキャパのところにですね、上手に注入すればですね、理論上はね、多少は注入できることあるんですけど、まあ実際にはできないんですね。っていうのは、まあ痩せてる人が多いんですよ、脂肪注入をプロテーゼの上にやりたいっていう人は。で、結構多いのが、結構というかね、一番多いのがですね、まあ痩せてる体型なのに自分の体に合ってないシリコンプロテーゼ、ちょっと大きめのプロテーゼ入れてしまって、そうすると痩せて皮膚が薄い、乳腺も薄いのに大きいのが入ってるから、プロテーゼがですね、ちょっとベコベコ触れちゃうっていう人いるんですよ。本当はその人の体に合った適切なサイズのものを入れてあげないといけないのに、ガリガリに痩せてるのに小さいの入れないといけないのに大きいのが入っちゃってて、でベコベコ触れたりとか、あとはその皮膚が薄くなってて、そこプロテーゼがペコペコ触れるとか、プロテーゼがよれてシワシワになって、それが目立って不自然だとか、なのでその皮膚の薄いところ、よれててペコペコ触れるところに脂肪注入して膨らまして、ペコペコしないようにしてください。このペコペコっていうのをリップリングっていうんだけど、リップリングを直してくださいって要望でね、いらっしゃる方がね、実はほとんどなんですけど、まあそんなですね、薄い皮膚のところにきれいに脂肪を注入して生着させるっていうのはですね、まあまず不可能なんですよ。非常にリスクが高いです。さっき話した通り、
プロテーゼに接するように脂肪が入ってしまうと綺麗に接着しなかったりしこりになったり感染したり、最悪プロテーゼ自体がパーになってそれ抜かないといけなくなったりっていう感じで非常にリスクが高いです。なので痩せてる体に大きいプロテーゼ入れて、そこはベコベコ触れる皮膚の薄いところそこに入れてくださいっていうのはもう、それはもう物理的に不可能です。なので例えばすごい太っててすごいバストが大きくてすごい皮下脂肪の厚みもあって、でそういう人にねちっちゃいプロテーゼが入ってる人だったら入れるキャパがいっぱいあるし、プロテーゼから皮下脂肪までの距離があるんで、そこのところに少量脂肪注入してちょっと今より膨らませるっていうことは理論上できるんですけど、でもそんな人ってそもそも太ってて元のバストが大きい、ある程度大きい人がほとんどなので、そういう人は脂肪注入してほしいっていうことは言わないんですよね。もう今のバストで十分ですっていう人が多いので、なので理論上は可能であっても結局それに適応する人はいないっていう感じですね。でそもそもやっぱりプロテーゼが入っててその上に脂肪注入するっていうのはですね、たくさん入れるってことは絶対できないんですよ。入れるキャパ自体が少ないですから。プロテーゼが入ってなければ皮下脂肪があって乳腺組織があってその下に大胸筋があってっていう感じですね。入れるその自分の組織のキャパがいっぱいあるんで、プロテーゼが入ってない人は比較的たくさん入れるんですけど、やっぱりプロテーゼっていう異物が入ってて、その異物のには血流がないっていうと、その異物に接しないように細かく入れるって言ってもすごく技術的に難しいし、入れれたとしてもほんのわずかだし、ほとんど効果がないっていう感じです。なので残念ながら、まあシリコンプロテーゼ入ってる人でその上から脂肪注入希望っていう方はですね、まあまずできないですね。なので、まあ、プロテーゼ入ってるんだけど脂肪注入してほしいっていう要望で、本当に申し訳ないんですけど、そういう要望で僕の、診察にいらしても、まあほぼ 100% できませんって言ってね、断ることになってしまいます。っていうか、まあ仮にちょっと注入できたとしてもほとんどもうやる意味がない手術です。高いお金いただいてハイリスクなことをしてほとんどが効果ないっていう悲しい結果になりますので、申し訳ないですけれど、まあほぼ 100% 無理っていうことになる可能性が高いです。はい、ということです。じゃあ以上です。ご視聴ありがとうございました。